か？よーく聞いてください。あなたの命、いえ魂は危機に瀕しています。私の忠告に従うのです。さもなくば恐ろしい悲劇があなたを襲うでしょう。私の正体は巫女なんです。あ、どうしてあなた一目で私の正体を。それなんです。近日中にこの山で善と悪の決戦の火蓋が切られます。邪悪な大悪霊です。この山にいては危険です。一刻も早く避難するのです。どうして分かったのですか？私が善の代表である正義の巫女みなしろ木の葉であると。はい、そう呼んでくださって結構です。集団に狙われているのを感じたからです。
には多くの霊、人ならざる者とが接触した痕跡があります。これはきっと悪霊があなたを狙っている証です。あなたにもきっと心当たりがあるはずです。最近病気がちだったり、借金が増えたり、あるいは恋人から振られたり。私も忙しい身の上、このように忠告するのが今私にできる精一杯のことなのです。あなた、お名前は？では、伝承院さん、縁があったらまた会いましょう。はい、そうですか。申し訳ありません。お気遣いは不要です。ご主人様に仕事を申しつけるなど、そのような非現実、あってはならぬことです。はい、ですが、ご主人様にご負担が。
どういうことでしょうか。申し訳ありません。ご主人様がそのような苦痛をお感じになっているとは。大変申し訳ありません。私には心というものが理解できませんので。それではこの食器をお運びください。少々の失敗は私がカバーいたしますので、ご安心を。いえ、大丈夫ですから。何か。ご主人様におかれましては何も気になさることはありません。たとえ皿を落としたとしても、すべて拾い上げてご覧に入れます。ご主人様に罪悪感を持たせるようなことは決してございません。ご安心ください。当然の任務ですから。
天璋院の。天璋院の血を引く者、来るがいい、紡ぎあざなう者よ。来るがいい、主人様。ご主人様。ご主人様、大丈夫ですか？そんな、ご主人様が無事でよかったですにゃ。ご主人様、どうかしたですかにゃ？エリカ、頭が。お気に入りなんですよね、エリカちゃん。そうなんですにゃ。これエリカのお気に入りで。Thank you.
できていますでしょ。だからエリカちゃんのお気に入りなんですよ。ご主人様、申し訳ありませんでした。ご主人様の身の警護は私の仕事なのに、ご主人様を危険な目に遭わせてしまって。なんだ。なんでもないにゃ。本当に何事もなくて幸いでしたわ。さあみんな、食堂に行って食事にしましょう。
カちゃん、足元気をつけて。わかってるにゃ。開いた。ご主人様、どちらへ？ガラスの破片が散らばっていて危険です。どうかお部屋にいてください。Mm-hmm.